戻りなさい。近づくな。最悪ね、普段なら難なく抑えることができるのに。でも、打点の力の仕組みは把握してるから、とりあえずかわすことはできる。オウカちゃんがいれば、もっと簡単に抑えることができたのに。これに触れたら体が壊れるわね。もう、なかなか近づけない。これで少しは。馬鹿、正直にあなたには触れないわ。そんなことをすれば体を破壊される。これこそ連撃。だって打ちのないとか。クソ、一気に勝負を決めるつもりか。待って、せっかちゃんか。まだ正気に戻ってない。このままだと跡形もなく消し積みにされる。絶対にせっかちゃんを死なせるわけには。ダメ、お願い、どうか、せっかちゃんだけは、せっかちゃんだけは。私の身が滅んでも守らないと。わあ。ここどこだろう、あたり一面真っ白だけど。ここは私の世界です。誰？いや、びっくりした。せっか、よく来ましたね。あなたが、声優。はい、と言っても他の詩人とは違い、生まれて間もない声優ですが。そうなの。年にすればまだせっかと同じ年になります。本当に若いんだね。はい、ですが私のミスのせいでずっとあなたを悲しませてきた。オウカと私を間違えたこと。はい、私が天狗様の助言に耳を貸さず、勢いで取り付いたのが、過ちの始まりでした。私はずっとあなたの足を引っ張っていることにすごく後悔していました。せっか自身の潜在能力は本当に素晴らしい。すでに私を超える力を持っているのですから。やっぱりそうなの。はい、月下やろかは詩人の力とシンクロしてあれほどの力を出しています。ですが、あなたやオウカは個人の力だけでずっと戦っていました。それも私や天狗様の力をほとんど奪われた状態で。ねえ、私があなたを倒したらどうなるの？倒さなくてもいいです。これは私の罪、あなたが望むなら心よく私はあなたを受け入れましょう。いいの。はい、ですが私からも一つだけ忠告します。忠告。力はおそらく劇的に上がります。式の力も威力が上がるでしょう。ですが、それは私の式の力ではありません。ですので、力は上がっても技が増えたりはしませんし、特に変わることはないでしょう。なんだ、そんなことか。あと式解放ができなくなります。式はかなり重要ね。ですが式第2解放以上の力を常に引き出すことができるようになりますので気にしなくて大丈夫ですよ。そうなんだ、よかった。この力の減少を、詩人を打ち倒したもの、という意味で、式解放真打ち、と呼ばれています。式解放真打ち。はい、詩人を超えし者が詩人を従え、力を振るう。式解放の最終段階となります。今までの式解放は詩人の力を借りて戦っていた。真打ちは詩人の力を我が物として 100% の力で振るう。それってつまり、常に式第2解放以上の形態のままでいられるってこと。はい、我が力ですので、体の負担もありません。それなら、この先勝てる。パトを守りきれるかもしれない。パト様、王勇様もかなり苦労なされています。早くパト様を救いましょう。そうだね、それじゃあ声優。これからは私があなたの主よ。異論はないわね。はい、主人。せっかでいいよ。ではせっか様。なれないわね。ふふ、それでは頑張ってください。これでやっと、あなたの力になれる。できたわ、メリアちゃん。すごい。100億。これなら問題ない。むしろ私の想像をはるかに超えていた。式解放真打ち、っていう式解放の最終解放らしいわ。月下ちゃんを、ここまで容易に超えるとは。それで、カナメくんを止めたらいいんだよね。はい、ですが、打点の力、は私でも苦労する厄介な力で。そう、でも多分問題ないわ。メリアちゃんは見てて。さて、私も初めての力だし、慣れておかないとだね。さて、行くわよ。なんて切った。ちょっと痛いけど我慢してね。引き不正流、流星にも制作の世界。助かった。解説に、でっか、メリア。
これで一件落着ね。すごい。能力が使えなかったとはいえ、私が手こずった相手にこうもあっさりと。どうする?起きるのを待つ。オオカもそばにいないけど。オオカちゃんはカナメさんの攻撃の反動で飛ばされました。そう、なら私たちは先を急ぎましょう。オオカならきっと大丈夫。それより私たちは頂上を優先しましょう。そうね、信じましょう、オオカちゃんを。よし、それじゃあ行きましょう。カナメさん、動けるようになったらロカちゃんの方に行ってあげてください。こっちは二人で何とかします。わかった。ごめんね、でも無傷だし問題ないよね。ああ、上等だ、ありがとう。それじゃあ行きましょう。やっぱりすげえよ、あいつ。あいたたた、結構遠くまで飛ばされたな。おい。誰かの声?どうしよう、気絶してるのかな?ああ、ならそこの氷を鼻に詰めてみろよ、すぐに起きるぜ。何言ってんの?すぐだよ、乙女の鼻に氷とか、欲の極みだよ。鼻氷だけは嫌。あ、起きたね。聞こえてんなら早く起きろよ。あなたね、乙女の鼻に氷入れようとしたの。待て、悪かった、だから近づくな。オオカちゃんが無事でよかったよ。あれ、よく見たらアンちゃんだ。アンちゃん。それにしても驚いたよ、どうしてこんなところにいるの?それは私のセリフだよ。ここ展開だよ。冥界じゃないのに。ちょっと、用事でね。とりあえずお前はなんでこんなところにいるんだ。え、もしかして先決?他の話聞け、後呼び捨てかよ。私はパトを直すためにここまで来たんだよ。ああ、あいつの直す方法がわかったんだな。うん、でも目的地がこの山の頂上だからなかなか大変で。しかも毒虫っていう変な人たちも私たちが狙ってるものを狙ってるから大変で。先決。ああ、やっぱりここにいるのは間違いないみたいだな。どうしたの?二人とも。オオカちゃん、私たちはその毒虫に用事があってここまで来たの。毒虫に用事?あ、そうだよ、アンちゃん、怪我は大丈夫。知ってたの。幻想郷でニュースになってた、絶さんが消滅して、アンちゃんが重傷って。そっか、ならわかるよね。絶さんの仇討ち。絶だけじゃない、毒虫は冥界にいる多くの魂を喰らいやがったんだ。絶の消滅も許せない?でも無関係な一般の魂にも手を出したのは許せない。だから私と先決はここまで来たの。そっか。オオカちゃんは関係ないことだから、元気になったならすぐに自分の目的に戻りなさい。嫌だよ、アンちゃんが困ってるのに見過ごせない。私だってその毒虫と戦うためにここに来る間修行したんだ。力になるよ。気持ちは嬉しいけど。そういやお前、治癒系の能力持ってたな。暗幻の傷、治してやってくれないか。もちろんだよ。はい、これで完治したよ。ありがとうね、オオカちゃん。ナイスタイミングだ、気配が近いぜ。毒虫。オオカちゃんは下がって。いいじゃねえか、こいつも戦力になるなら一緒に戦おう。私も一緒に戦うよ。もう、仕方ないね。やつだ。今そんな匂いがすると思ったらお前らか。バカな。でかい。こいつ、ここに来る間にどれほどのエネルギーを吸収したの。さっきの毒虫と全然違う。6名王とその大ピッカー、餌としては物足りないがいいだろう。俺がここで全て食らい尽くしてやろう。お前ら、準備はいいか?これはなかなか骨が折れそうね。こんなの、ゲームでしか見たことないよ。行くぞ。わあ。こい、餌どもありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。